今回このコンプレッサーを使って実験をしていきたいと思います。ベルハンマーですね。この説明書にも記載してあるんですけど、スプレーを使ってエンジンオイルへの点火は絶対にしないでください。一応コンプレッサーもエンジンと似たような構造なので、このやり方は間違っていますので、自己責任でお願いします。コンプレッサーの音を聞きます。よくネットで売られてる格安のコンプレッサーですね。結構音の方が大きくなってきたので、オイル交換のついでに点火したいと思います。それではベルハンマーの方を入れていきたいと思います。それでは普通のオイルを入れていきたいです。
定量オイルが入りましたので始動していきたいと思います。動画では分かりにくかったんですけど、音と振動の方が若干マシになりました。あとこのコンプレッサーなんですけど、使うのが2回目なんですけど、ベルハンマーを入れてすぐじゃなく 2,3 回使用するとまた若干音が静かになってきます。そしてまたベルハンマーの効果がなくなってきた時には音がだんだんと大きくなってきます。もうこれで2年ほど使ってるんで、多分ベルハンマーのおかげだと思っています。